おざっす。今日はですね、真柏持ってきました。こちらです。だらん。素材ゲットしてきて静止が完了してる真柏さんです。樹高どれぐらいだろうな。その前に一回見ますか。足元こんな感じ。静止した後だからちょっとね、こう葉っぱ掃除しきれてないですけど、後でやっときます。ボディはまあまだまだなんですけど、もうなかなか面白い曲が入ってて、全体的にこうボディに面白い曲入ってて、ちょっと樹高高かったんでタイラップで絞ってます。絞りつつ枝を配っていった感じですね。こんな感じ。まあざっくりと仕上げてはあるんですけど、今日はこいつをもうちょっと細かい手入れあればやっていこうかなと思います。どこ触りたいとか決まってなくて、持ってきたものを見ながら、ああここ、ああここ、ああここみたいな感じで触っていければなと思います。こういう感じね。ある程度枝振りは完了したんで、もうここからはこの姿に慣れていってもらう。少しずつね、上向きに芽を出していってもらいましょう。はい、こういう感じです。なかなかいい素材だったなこいつ。よいしょ。素材のまんま、こいつも一応オンラインストアに並べる予定なんですけど、まあ、素材のまま並べても並べた方がなんか僕的には、まあ、そっちも面白いかなと思ってたんですけど、まあ、素材がねあんまり重要なさそうなんで、まあ、昨日からこう手を入れたものを並べてみようっていう風に変えてみて、ちょっと皮が剥がれてピロ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 ってなってるのがすげえ気になる。これがどういう反応になるのかちょっと楽しみですね。今のところオンラインストアに4つぐらい、4日連続ぐらい載せてみたんですけど、まあ無反応まあ売れない盆栽家になってしまったんで、ちょっと腕を上げないとまずいなっていう気はしてるんですけど、まあ焦ってもしょうがない。いつかきっとこの盆栽が欲しいですっていう人がこの動画を見てくれるでしょう。まあ作戦はいくつかあって、今って X でもインスタでもこう宣伝とかしてなくって、アクセスがほとんどない自分のオンラインストアにこう商品を並べている。 YouTube でしかこう商品を並べていることを発表していない状況なんで、まあ、X とかインスタとかで発信してみたらどうなるのか、もしかしたらそっち側に欲しいっていう人がいるかもしれないっていうのが一つと、まあ自分のオンラインストアに自分の発信してる媒体だけじゃ買い手が見つからなかった場合、やっぱり人が集まる、盆栽欲しい人が集まる場所に持っていくっていうのがもう一つの案で。ヤフオクとかメルカリとかそういうところで販売するっていうのも一つの手かなと思います。ただそうすると手数料かかっちゃうんですよね。で手数料の分上乗せしないといけないんで、若干高くなっちゃうんですよ、買い手側が。で僕は利益変わんないんで、まあどうせならこの動画オンラインショップで自分のオンラインショップで買ってもらった方が、どっちも、まあ、メルカリとかヤフオクに払う手数料分安くなるんで、そっちの方がどっちにも利益はあるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、うまくいかなかったらですね、どんだけあがいてもこの動画を見ている方に刺さらなかったらそれはそれでしょうがないんで、まあちょっと放置してみて反応なかったらそういうことも考えてやっていこうかなと思っています。はい、意外に売れないもんなんですね。まあ価格設定だとは思うんですけど、安くすれば例えばこれが500円で手に入るとか、そんなんだったら買い手はいくらでもいると思うんですけど、それをねやる意味がないんですよね。僕が慈善活動してるんだったらそれでいいと思うんですけど、それがね面白くない、やってて正直に言うと、この売れたお金でまた素材買ってまた手を入れて売るみたいな、そういう循環を生んでいきたい、そこを楽しんでみたいと思ってるんで、ちょいと挑戦を続けてみようかなと思っております。まあ、今んとこ売れてないんで、まだまだこうブランド力が弱いなあという気はしてるんですけど、くじけない、いつかきっとこの値段が安すぎるって言われる日が来ることを願って頑張ってやっていきましょう。ブランド力を高めていきましょう。で、この動画見てる方にはその過程を楽しんでもらえればなと思います。はい、何も言わずにさっきからちまちま手入れしてますけど、飛び出たやつですね。これ針金かかってないけどちょっと弱々しい枝なんで、これはちょっとそのまま放置します。でこれで樹高がどれぐらいになってるかっていうと、下枝が若干この鉢より下に来ちゃってるんで、この辺から測んないとダメですね。この辺から測ったとしてだいたい12センチぐらいか、まだでかいですね。これで12センチあるんだ。12センチ超えてんだね。超えてる感じなんで、もうちょい下げたいな。下げるときはどうするかというと、やっぱりこの平らっぽですね。うちは10センチ以内でやってるんで、せっかくならこの木を自然にこう静止したら12センチになるんだけど、もう少し絞って10センチ以内を目指してみますか。やりすぎかな。頭を潰せば10センチ届きそうな気がするんだけど、頭を潰すだけで対応できるかな。無理か。もうちょっと必要ですね。頭潰してみるか。2本を倒せばどうにかなりそうですね。ここに2本小枝あるんですけど、この2本を倒せばいけそうな気がする。芯はなくなりますけど、倒したら避けるな。これもうちょっと若干避けてるな。はい、頭潰してみました。こんな感じで枝避けちゃったんでガトバスターペーストで保護してます。まあ枝枯れしたとしても後々生えてくる内側の胴吹き芽でまた芯立ててあげればいいだけなんで、まあ一旦枯れるかもしれないけど、これ様子見ていきましょうか。芯はね後でリカバリーが必要かもしれない。これで11センチぐらいですね。こういう感じ、11センチぐらい、ギリギリ頭が超えてる状態。まあボディ畳めばなんとかなりそうですけどね、すぐに。やろか。はい、完了。枝下げときました。でまあ樹幹部に当たる部分というか、まあ、芯になる部分についてはこの辺にねちょっと胴吹き目のたまり場があったんで、まあ、後々こいつらを育てて頭の方を作っていくっていう感じにできればなと思います。後の成長に期待しましょう。これギリ10センチって感じですね。10センチ切ってるね。うん、いけたいけた。でも頭作るところそこまで余裕ないんで、まあ、結構シビアな手入れが必要にはなってくるんですけど、まあ大丈夫でしょう。シビアな手入れをやっていけばいいだけなんで、これで10センチしっかりと作れました。いやーよかったよかった。ただ羽張りがちょっと広すぎるかな、ボディに対してでかすぎる気がするんで、もうちょっとコンパクトにするんだったら少しずつ追い込んでいきながらもっとコンパクトを目指してもいいかもしれないですね。いやただ棚がいくつもできたのは面白いな。細かい手入れしながらこの形をねどんどん整えていくのは楽しそうですね。頭の充実も少しずつ待ってやっていく。なかなかいい感じに落ち着いた。ちょっと頭がないんで今のなんか正直見た目的にあまりよろしくない感じにはなってるんですけど、胴吹き目たちいっぱい出てきそうなんで、こんな感じですぐ頭は埋まると思います。気にしなくても今だけなんで。はい、じゃあざっと足元掃除して、はい、綺麗になりましたよと。OK、 これ落ち着いたらね結構かっこよくなると思います。鉢変えても面白そうですけど、もうワンシーズンくらいはそのままでもいいかなという気がしてます。ぐるっといきましょうか。最後にこういう感じね。今はどうしても静止した手で刃先がねばらつきがあるんですけど、そのうち落ち着いてくるんで、そこを楽しんでもらえればなと思います。 OK、 はい、本日の作業は以上です。